SR-3B フリとトは、ロシア連邦の小型かつ、全自動のアサルトライフルである。使用弾薬はアオン速の QX39mm 弾。この銃は1990年代初期、ジアニータクマッシュにより開発された。本銃は AS、AS- バル消音突撃銃をベースとするものの、内蔵式の消音器を書いており、また秘匿傾向を容易にするため、 折りたたみ式重傷やコッキングハンドルに新規の設計が行われた SR3M。消 SR 音機と PSO-1 スコープを装着しているロシア連邦保安庁は SR-3 の採用後 SR-3、AS バル、そして VSS ビントレスの兵器的な特性を融合させるという目標とともに新しい運用上の必要条件を確立し、 この結果、新しい派生型である SR3M が命名された。この銃は速やかに着脱可能な消音機、再設計したハンドガードと折りたためるフォアグリップを装備していた。また固定サイトもハンドガードの上部前方に再配置され、SR-3 のそれが消音機の髪型に配置されたのと対照的である。 これは明らかに銃が消音器の装着なしで使われた時のためだった。本銃のためのものとして、より大型の30発入り弾倉が開発されたが、これはまた AS バルト VSS ビントレスによっても使用可能である。ありがとうございます。